ドラクエ先週発売日で発売売日日でましたよそしてねゆいか言って「よしドラクエやるぞ!」って言って「ニンテンドースイッチを」をうちの家族みんな寝静まってましたから一人「よしドラクエやるぞ!」と言って「ニンテンドースイッチ」電源入れて「 カード入れて、よし、やろうと思ったら、チャイルドロックがかかってまして、ね、今日遊べる時間、も超過しましたって、したがって、もう遊べませんっていうね、出てきて、この野郎って何番だとか言いながら、思いつく番号いろいろ言いたんですけど、全然はまんなくて、かといって、まあ、起こすのもどうかなと思ってね、もうしょうがないから、寝ました。<laughs> うち1日45分って設定でしたですからねですからまあうちの子がもう45分やっちゃったわけですよだからもう今日は寝なさいみたいな <laughs> チャイルドロックに阻まれるとはねふざけんなと思いながらかといって「これは何番だ」とか言って起こすのもどうかと思ってねもうしょうがないもうはい寝ましたまあドラクエもずっと出てますけども今回買ったのはやっぱりね3の「 リメイク版だとということですね12345678910とずっと出てきたんですけどもリメイクっての今回初めてですよね3のリメイクで来年は1と2が出るということですからねさすがにちょっと忙しいのでなかなかできないんですけど一応ちょっとはやってみましたどんな感じだったかちょっと感想だけね簡単に述べさせていただきますけども面白いのはあの画面は 2D3D っていうのかな すっごい綺麗な風景がね風景もそうだし街の中とかダンジョンの中もそうですけどすっごい綺麗なんですよそしてあのキャラクターね自分勇者を始めね4人で旅するじゃないですかこのねキャラクターはあえてドットガなんですよこれ多分ね全部綺麗にしちゃうともうドラクエ感なくなっちゃうんだよね あれね、キャラクターだけドットがなのね。これがなんかこう、あ、HD2D か。すいません。もう R2D2 みたいな感じですけど、HD2D で、ね、すいません。そう。だから、キャラクターだけがドットがというね。そこでなんか、あ、これドラクエっぽいっていうね。<laughs> 感じがしますそしてやっぱりちょっと私感動したのは俺やっぱりドラクエって音楽がいいんじゃないですか CD とかね123とか持ってましたからね結構好きでしたよ東京オリンピックもねドラクエのファンファレから始まってウォーってですねテンション上がりましたでしょ思わず X でつぶやいちゃいましたけどねドラクエ北ただって、ね、北リたゴだったか北ただったか忘れましたけどねでやっぱりか,かつては電子音でしたよねでそれを CD かなんかでオーケストラが聴くとウォーって感じでねでもゲームする時は電子音でしたよねまあさすがリメイクで どっかの交響楽団が演奏したもうフルオーケストラの音楽最初から流れてるわけですよ街の中もね戦ってると「テルルルルルとかあ全部あの交響楽団の生演奏というか生演奏を収録したものですねが流れてきて テンション上がりますよね。うわーってなりますよね。あと、それから、一応ストーリーは一緒なんでしょうけども、だいぶ前ですからもう忘れてますよね。ああ、そうそう、こんな感じ、こんな感じとか思いながらね。あとは、なんといっても、もう最近のドラクエは全部そうなんですけども、冒険の書がね、ボタン一つでセーブできるっていうのは、これはもう当時ね、ドラクエ3の頃からしたらもう大きな差ですからね。かつてはその、の呪文を こう書かななきゃいけもっとか100文字以上か意味不明なあのひらがなの羅列ですけどこれ全部メモして次にそのメモをねちゃんと書けたらその場所から復活の字もね復活できるわけですけども時々間違えるわけよ何度入れてもなんか反応しないってええー、みたいなねこれまで、ね、メモするのも大変だ絶対間違えない一号一句間違えないで何でも何でも見直しをしてねで翌日とか入れた時に入れない時の 虚しさですから一回一回のセーブが真剣勝負だったわけですけどもまあ今はですねセーブボタンピッてやればセーフできるまあ,あ当たり前当たり前なんですけども懐かしいなぁと思いながらね振り返ってやってみましたね。まあ、あと戦闘シーンなんかは昔まではなんかダメージ与えたらモンスターがこう揺れるピシッとか言って揺れるみたいなその程度でしたけども非常にリアルなね <laughs> 風系なのか。 火炎系なのかバギとかベギラはなんかヒューッドバーみたいな感じでね出ますからまあすごいあの臨場感のあるね戦闘が楽しめるというねことでございますちょっとなかなかできてないんですけども全然できてないのでまだレベル15とか6ぐらいまでしかやってません,んですけどもねちょっともう少しやってみようかなと思っております。一応生配信を になったんですってねあれあの方で動画の生配信をしていいっていうドラクエに関してはその例えば YouTube とかの課金されるやつ課金というかその広告料が発生するやつでも配信していいよって っていうそういう声明が出ましたねそういういのないと勝手にゲーム配信ってしちゃいけないんですよね著作権の問題でね。ドラクエに関しては OK っていうのが出てるんですけどもでも授けちょっとそれやるともう <laughs> もう <laughs> 連日朝までとかになっちゃいますからねちょっとね配信はちょっと今のところ見合わせておりますけれども <laughs> ということでございます。よ <laughs> よくぞ戻られました勇者武田常 <laughs> ドラクエお楽しみいただけているようで嬉しい限きですちなみに音楽は杉山浩一さんが指揮されたものをゲームに入れているとのことですあ杉山浩一さんが指揮をしてるんですねそうですか実は私の青春のバイクで今や絶版になった続きの DRZ というバイクが復活するのです乗っていた時代のキラキラした思い出があるので買ってしまいそうですノスタルジーを感じるものが多いのはある意味豊かな人生なのかもしれませんねなるほどね若い時に使ったものがねリバイバルとか言うとちょっとピクピクきますよねそうなんですよねあ そうか杉山光一さんの指揮ねそうですかそれはいいですねちょっとその心境で聞くようにいたします武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー、動画の評価いいねチャンネル登録もお願いします、えー、本家武田つにやすチャンネルでは毎週木曜日夜8時、えー、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ分かりやすく解説する番組をライブにて配信していますよろしければ生放送も見に来てくださいね